こんにちは、ルチカール店長です。今回はね、PT 鳥のデニムから新作のご紹介です。今回こちらの形、インディーという形ですね。デニム素材ではね、以前から展開があるのでご存知の方もいらっしゃるかもしれません。一番わかりやすいのはデニスラ型っていうことです。ポケットがね、斜めです。スラックス寄りのポケット、そして裾がワンロールして糸止めしてます。最初から股下短めです。短くは修理ができますが、足が長い方、サイズスペックは注意していただいた方がいいかもしれません。製品染めをしてまして、独特の汗感出てます。ちょっと色落ちしながら、いろんな色がね混ざってるような感じですね。ポケットのとことかがちょっと当たりがついて、こなれ感があると思います。でシルエットに関してはほぼスーパースリムフィットです。細身で股下短め、これが最大の特徴。しっかりストレッチの効いた細うねのコーデュロイ。今回はね、こちらのブラウン、ちょっとキャメル寄りの感じですね。ブラウンとグレー、グレーなんかは特にね陰影感があって、色の違いを感じることができます。優しいベージュ、こちらのベージュもね少し色が出てるの分かりますかね。そして最後がブラックです。ブラックのコーデュロイかっこいいんですけどね、真っ黒じゃないですよね。ご覧のようにちょっと汗た感じ、これぐらいが合わせやすいかなと思います。ではこちらも履いてみたいと思いますので、よろしくお願いします。また下、今これワンロールして何もしてない状態でこの丈感です。結構短めですよね。履き心地抜群だし、ストレッチしっかり効いてます。そしてこの汗感、かっこいい仕上がりだと思います。秋冬はね、コーデュロイパンツすごい活躍します。これぐらいカジュアルでね履いていただけるようなタイプ、必需品ですね。 PT 鳥のデニムから細うねのコットンコーデュロイのインディーです。ぜひお試しください。